どうもどうも、井上真です。ノーミルクソットでございます。やってまいりました、ビルアカビルクサッカーアカデミー。今日は何を教えてくれるんでしょうか。こちらどうってた。はい、アンダー22日本代表メンバー予想の話。いやー、お願いします。よろしくお願いします。そうか、そうか、そうか、アジアカップ。はい。そうなんですが、実はですね、アンダー23アジアカップと呼ばれるものが、はい、来年の4月にございます。はい。はい。で、まあ、もっともっと言うと、アジアカップってあるじゃないですか、バーサミアさん。はい、はい、アジアカップね、普通の。はい。うん、本来であれば、今やってるんですよ、はい、A 代表のね、アジアカップ。ああ、そうなんですか。そう、だったのが、カタールワールドカップが、去年のあの時期にこうなったってことで、さすがにすぐ半年でやるのは無理だろうってなって、フル代表のアジアカップが2024年の1月になったんですけど、もともとその時に設定されたのがアンダー23の方のアジアカップだったってのがあったんですが、それが来年の4月に延期されたことでいろいろカレンダーがごちゃごちゃになりまして、とりあえずは来月アジアカップの予選が行われますという話でございます。なるほど。はい。そのアンダー23アジアカップ予選メンバーに呼ばれるのが誰になりそうかっていう、動画でございまーす。はい、わかりました。はい。ミラコマイチャットチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで予想メンバーと、あとは試合こんな感じで行われるんだよっていう左と右でございます。はい。まあ左行く前に、まずはそもそも何だって話で右側行きましょう。うん、ってことでアジアカップの、アンダー23アジアカップの予選なるものがね、来月9月の、7日、10日、うん、13日で、はい行われます。はい。はい。で、日本の対戦では右側にあります通り、うん、パキスタン、うん、パレスチナ、うん、バーレーンの3カ国ということになります。母で始まるっぽいのが多いですね。なんだかたまたまね。はいはいはい。で、これはすべてですね、バーレーンのアルカイファスタジアムというところで行われることになると。集中開催的な。まあ、そういうことですね。はいはいはい。っていうかね、アジア全体が、それぞれのグループ一つのところにまとまって、ここだから日本はバーレーンのところで開催されるんですけど、うん、だ韓国はまた違うところだ、サウジアラビアはまた違うところだしってことで、あ、そういうことですか。そう、11か12の会場に分かれて行われるみたいな感じですね。はい。で、グループ自体はね、まず11グループで行われるんですよ。おい。で、なんで、このパキスタン、パレスチナ、バーレーンと日本の4カ国で、1位のチームしかアジアカップ行けません。うん、ああ、そういうこと？そうなんです。ほうほうほう。で、ただ11グループなんで、キリ悪いじゃないですか、うん、めちゃめちゃキリ悪いと思ってました、今。そう。はい、で、またそのアジアカップも、カタールで行われるんですよ。はい。だから、ホスト国のカタールは予選免除。12、これで。はい。で、あとは、残り4カ国だけ出られるっていうふうになってて、うん、残りの、だから11グループで、まあ、2位になったチーム、まあ、11チーム出てきますけど、うんうん、そのうち優秀成績だった上位4カ国が、プラスアルファで出ることができますよと。2位でも成績が良ければってことだね。そうですね。あ、でもこのメンバーだったらやっぱ1位にならなきゃダメだね。そうですね。やっぱサウジとか韓国とかがいるわけじゃないんで。そうですね。日本の山と想定されてるわけでしょ？そういうことですね。まあ、なんでここで、まあ、いければ問題ないかなというところでございますと。はい、はい、はい。はい。でもやっぱ落としちゃいけないよねっていうところになってきて、ね、今回ですね、うん、まさみなさん、ちょっと大変なことが一個だけ起こりそうかなってのが、アンダー23のことでございますと。はい、はい。ほら、前回の東京オリンピックってのは、うん、まあ東京オリンピックっていうかね、前回の世代はほら、予選必要なかったじゃないですか、オリンピックの予選とか。地元ですからね。そうなんですよ。はい、だからまあ、アジアカップがね、いわゆるパリオリンピックの予選につながってるみたいなことで考えると、うんうんうん、ちゃんと予選をやっていくのって、2大会ぶりなんですよね。2大会そうですか？そう。だから、前回、リオオリンピック予選の時なんですよね。ああ、そういうことか。はいはい。そう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 。でも、その時のことを考えると、まだヨーロッパ組って3、4人しかいなかったんですよね、この世代別って。うん、うん。それが今回、左側のメンバー見てください。ピンクにしてる方々。うん。ヨーロッパ組でございます。ああ、はいはいはい。だついにはフル代表だけじゃなくて、このアンダーの世代の方も、スタメンの大半がヨーロッパ組になってくるという。なるほど。だ普段こうセッションしてない者同士で急にバーレーンに集まって、はいはいはい、はい。やらなきゃいけないってことになるので。そうかそうだね。ちょっとそのあたりだけが心配かなっていうところはありますね、と。逆に言えばこの活動をね、しっかり大事にしないといけないってことだね。そうですね。
なんでヨーロッパで戦ってる組なんかも今回は基本的に呼ばれることになるんじゃないかと思いますね。なるほど。まあだってここ予選ね、それこそ突破しなければ、来年のアジアカップもなければ、パリオリンピックも全部なくなっちゃいますから。うん、そうか。うん。それは避けないといけない。そうなんですよね。これはちょっとひねっていただきたい。そうだね。うん。うん、でも、現状、例えば、怪我してるハンダリク選手とかはね、もちろん来れないのは仕方ないっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、だから、本当だったら、例えば、鈴木ザイオン選手とか、あとは、シントトロイデンにこの度ね、この夏移籍した、藤田ジョエル・チマ選手なんかは、もしかしたら今回、ほら、フル代表の方行ったっておかしくなさそうなところもあるじゃないですか。はいはいはい。だけど、今回ばっかりは、うん、うん、そうですね。ちょっと、大岩ジャパンの方にってことになる可能性は。なるほど。なるほど、高いのかなと思っております。はい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 。あとは今回また同じように夏行った、まあ、明治大からブレーメンのアンダー23に行った佐藤健一選手とか、うん、はい、あとすでにはボルシアメンヘン、グラートバハ、ドイツですね、のアンダー19、はい、アンダー23チームで活躍している福田師王選手とか、はい、そのあたりの選手、そのあたりの他のヨーロッパ組なんかもみんな来るのかどうかってところはちょっと注目ポイントになってくるかもしれませんね。はいはいはい、はい。はい、そうですね。あとちょっと黄色で何人かね、まさ皆さん表してみたんですけど、はい、高井康太、アンディ、福井太一、山根陸、ちょっと松木玖生選手だけはこの動画の収録段階で怪我の可能性があるので一回外したんですけど、はい、要はアンダー20ワールドカップに行った組ですよね。うんうんうん、だそこら辺のいわゆる弟組も、ちょっとこのパリオリンピックのこのお兄ちゃんチームの方にこうやってくるってところがありますので、うん、だそこら辺のこう世代間の融合なんてのも、ちょっと注目されるところになってくるかもしれません。はい、はい。はい。あと、ちょうどこれ収録してるのが実はね、まあ、さ、我々8月24日なんですけど、はい。で、このメンバーの中で僕は藤尾翔太選手と平川優選手や町田ゼルビアの2人も入れたんですよ。あ、はい、はい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 。ただ、ちょっと直前のニュースでね、エリキ選手が。ああ、なるほど。出せなくなる可能性がある、うん、エリキさんの怪我は。そうですね。だから、ゼルビアとしては、前回のね、6月のシリーズの時は、経験積んでこいってことで出したんだけど、うん、今回はさすがにちょっとエリキ怪我ってのがどういう風に出てくるかっていうのが。なるほど。何らかの影響はありそうな感じもある、うん、そういうことですね。でも行ってこいっていうかもしれない。そうですね。うん。うん、なんで、その J2 組、あとここに入れてない大学生組、あとはヨーロッパ組、そして J1 で経験積んでる組、どういう割合で大岩さんが招集をやってくるのかっていうところに注目が集まる。三試合でございます。なるほど、なるほど。はい、うん。というのを覚えておいてください。ここは、神経勝負には変わりないですけど、ちょっと、鳴らしみたいなのに使えるといいんですけどね。そうですね。うん、まあ、ただね、やっぱなかなかこう、この世代はそのコロナとかもありましたから、はい、外国でのその活動ってそんなに多く経験してきたような、ね、世代ではないので、はい、唯一言えばだからその中東の笛じゃないですけど、うんうん、中東の水とかそこら辺にも。環境がね、あっちいいですから。そうですね、気をつけなきゃいけないかなっていうところですね。でも、あれでしょ、一回一回仲間うちでも競争なわけでしょ。うんうんそうだね。相手がどこであろうと、どんなコンペティションの段階であろうと関係ないわけでしょ、うん。もう全力なわけでしょ。そうですね。ね期待してこれ。というところでどうなるのか、うん、皆さんもコメント欄で招集予想してみてください。これは見れるんですか？見れると思いますね、おそらく。ね、みたいですね。わかりました。はい。ありがとうございました。頑張ってください。ということで先生、ありがとうございました。ミルワカは毎日やっているんですよね。高評価ボタンを、よろしくお願いします。登録をしていただいたら嬉しいですということでまたお会いしましょう。井上真でございました。一瞬喉が変だったな。伸びてきたとおりすいませんどうもどうもどうもでした。